なおちんです。海賊風装4やっていきます。よろしくお願いします。今日は強化されたスキルを試してみようと思います。上がれ心臓の音。今日試すスキルがこれですね。覇王の力です。覇王色の覇気の攻撃力上昇、上昇量はスキルレベルが高いほど大きくなるです。レベル3からレベル5まで上がりました。俺覇王色の覇気結構好きなんですよね。なのでどれぐらい強くなったのか気になる、上昇量を調べてみましょう。それではまずは、スキルなしですね。スキルなしで打ち込んでみましょう。スキルなしだったらばそんなにダメージはないんですよね。どれぐらいだったっけ、半分もいかなかった気がする。まあ、とりあえず行ってみましょう。いきまーす。お、意外とあるな、意外とあるな。1ゲージの3分の2与えれますね。え、こんなに強かったっけ。続いてはスキル覇王の力を入れてます。何もなしでだいぶダメージがあった。あれはあれだね、元々のステータスが上がったから、強くなってたんだな。これ相当強いんじゃない。ではスキルありで打ち込んでみましょう。まあ一ゲージってところか。なるほどね、これぐらいですね。それでは戻ってきました。測ってみたところ結果 1.4 倍でした。 1.4 倍は微妙だな。多分ねレベル3の時が 1.3 倍で、でレベル5になって 1.4 倍になった感じですね。2倍は欲しかったかな。もう少しね覇王色の覇気を連発して使えるのであれば入れていいんですけども、今の状態だったらば他のスキルの方が強いんではないでしょうか。ちょっと残念だな、覇王色の覇気好きなんで。はい、今回の結果は 1.4 倍でした。残念です。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。